こんにちは。 南関次第専門、塾マナビズムの奥田です。よろしくお願いいたします。本日はですね、青山学院大学の現代文について語り尽くしていきたいと思います。楽しみにしておいてくださいね。でね、この動画を見る前の注意点一つだけ言っておきたいと思います。皆さんご存知の通りですね、2020年度と2021年度以降ではですね、青山学院大学入試内容大きく変化しております。えー、国語に関して言えばですね、どのような変化があったか、学部個別日程、今までの学部個別日程で ではですね国語という風な入試科目があったんですがそれが全部なくなってしまって共通テストの国語の点数を見るよという風な方式に変わってしまったんですねでね全学部の方は国語が残ったんですつまりですねこの動画ではですね青山学院大学の全学部日程で出題される国語の話をさせていただきますでもねみんなは多分学部個別に行っても受ける人多いと思うんですよねっていうことは 共通テストの国語の勉強、絶対にちゃんとしとかないとあかんということです。ただしですね、共通テストの話はここではしません。なので、青山学院大学を受ける人たちはですね、まず共通テストの勉強もしないとあかんし、この動画を見て青山学院大学用の国語の勉強もしないとあかんねや。というふうなことをしっかり認識しておいてください。OK でしょうか。では早速始めていきましょう。 はい。ではですね、基礎情報と特徴の方をやっていきましょう。まず、どんな問題が出るかっていう風な話なんですが、一般的な大学やったらね、やっぱり現代文、古文っていうのがまあ、普通かなという風に思いますが、青学の場合、評論文のみという風なことになってますから、少なくとも共通テストが終わってからはですね、評論文の勉強だけしておけばいいという風なところで、これめちゃめちゃ特徴的ですよね。えー、ただしですね、古文、漢文に関してね、一部の学科では出るみたいですから、その辺は要項をしっかりチェックしておくようにしましょう。えー、制限時 時間は70分目標時間は65分になってますからね過去問解くとき必ずこの時間帯でやるようにします配点はですね350分の100点がだいたい国語の配点になるんですがここでめちゃめちゃ重要なこと普通の大学は現代文古文という風な形で分かれてますから現代文の比重っていうのはこれよりもまあ50点とかさ60点とかになっていくわけやねんけどもえ青学の場合は現代文しか出ないわけですからね現代文の点数がまるまる100点もあるという風なことになります比重がめちゃめちゃ 私ゃ思い出す現代文の出来が合否の結果を左右するというふうなことになりますオッケーでしょうか、えー、形式はオールマーク形式となっております次特徴になるんですが問題難易度は標準レベルつまりですねマーチの中では優しい部類に入るということです現代文が苦手な子ね青学が狙い目だということですよはい次です、えー、ただし例年2台出題されるんですがそのうちね1台が難しい時があるんです簡単簡単の時ももちろんあるんですがそのね難しいところに当たった場合の時の 対策をししっかかりしておなななければならないどうするか。時間配分っていうのは基本と限界の二つを決めておく。これどういう意味やねんっていう風なことなんですが、65分が目標回答時間ですから、大問1の方が少し短いので、30分、35分みたいな感じで基本時間を決めておくわけなんですね。ただし、大問1が難しくて35分かかっちゃう時があるんですよ。でね、30分っていう風に決めちゃってると、35分かかった時にすっごい焦っちゃうでしょ。だから、限界でも3分 35分はかけてもいいんだよっていう風な形で基本時間と限界時間を決めておくこれが非常に重要です OK ですか基本時間30分限界時間35分みたいな感じで決めておいてくださいね次ですね設問数がめちゃめちゃ多いです1台に次ですね12問13問出る時も多いですえー、ただしね両問が多いという風なイメージになりますえー、ここからわかること部分的な論理読解が要求されるという風なことです全体の内容を聞いてるというよりもその防線部の周り2,3行の間のね、えー、論理的な要素っていう のが求められていることが非常に多いのでそれを中心に勉強していくという風なことが非常に重要ですはい、高得点を狙うのであれば知識問題、知識問題ね結構出るんですね漢字、文法、関与符、まあ、文法とか結構珍しいですけどね、えこの辺り出ますからまあ、その辺の対策もしておいてもいいのかなという風な感じになりますではですね、次参考書の勉強に移っていきましょう。はいではですね、参考書ルートの方入っていくんですが、現代文ねただ問題解いてるだけだったら本当に意味がありません。それぞれの参考書にですねやる目的っていうのがありますから それを意識しながら必ず勉強するようにしてくださいね。はい、まず1冊目になります。現代文の解法を読める解けるルール36っていう風な参考書になるんですが、これね、ルールが書いてあります。どんなルールかというと、論理的な読み方のルールが書いています。対表を表す言葉が来たらこういう風な手順で処理しよう。指示語が来たらこういう風な手順っていう風な形のルールになっています。まずそれをインプットすることから始めていこうという風なことです。みんなはですね、何も見ずにでもそのルールがスラ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 言えるような状態になる。これが一つの 目的になりますオッケーでしょうか、えー、そしてですね次の参考書現代文へのアクセス基本編発展編なんですがこれらは何のために使うか、えー、さっきインプットしたこのルール使ってみないと使いこなせるようにならないのが現代文ですそれをしっかり使っていこうという風な参考書になっています基本編っていうのはね標準レベルよりちょっと簡単ぐらいの問題、えー、発展編っていうのはだいたい標準からまあ難関軽くかかるぐらいの問題になっています現代文得意やでっていう風な意識がある人はね基本編軽くカットしてもらってもいいんですがまあ、基本的にはこの2冊ともやって ください大事なことは当然これアウトプットするためにやってるということですえー、ルールをですね使ってみよう使ってみよう最初はねぎこちないと思うんですやけどそれでも粘り強く使ってみる、えー、そういうふうな意識を持ってやってみてくださいオッケーですかそして次の参考書ですね現代文読解力の開発講座 これ素晴らしい参考書ですもしねこの動画をですね9月とか10月にね見ちゃってねあと1冊しか参考書できないんだっていう風になれたらですねこの参考書をぜひやってくださいえこの参考書の特徴は何かという風に言うとその論理的な読み方そして解き方っていうのをですねめちゃくちゃ詳しく書いてくれてます現代文読める人っていうのはこういう風に文章を読んでるんやっていうのがねしっかりわかる参考書になっておりますこの参考書を読んでね問題解くときっていうのもあこんなに論理的に解けるんだっていう風なことを味 ってみてみください。でね、えー、この参考考書2週3週ややっっってててでででですすす。ね、ね、もううそそれれをを完全に考え方をインプットするる。いう風な意識でやってみる、えー、それがめちゃめちちゃゃ重要ですで、ねえー、ここまでで、なるほど、こういう風に読めばいいんやな、そしてこういう風に解けばいいんやなっていう風なことを理解した上でですね、総合練習に入っていくという風に思っておいてください。全レベル問題書のね、現代文のまあレベル4っていう風なところなどを使いながらですね、総合的にアウトプットしていくっていう風なことが非常に重要です。でね、これが終わったらもう過去問どんどんやっていったらいいと思うんですが、まあ 過去問ね、2020年度までの学部個別の問題をやってくれても全然構いません。あのね、全学と全然ね、あの、特徴に差はないですからね、この辺もしっかり練習材料にしましょう。でね、青学特有の勉強、こういうふうなことを意識してね、っていうふうなことなんですが、まずね、部分読解が大事ってさっき言いましたよね。文と文のつながりを意識した学習を常に心がける。これめちゃめちゃ重要です。 OK? 現代文の文っていうのは、無駄な文が一文もありません。っていうことはですね、それぞれの文に必要性っていうのがあるんですね。こことここはですね、説明関係になってるとかね、因果関係になってるとか、対比関係になってるとかね、えー、具体と抽象になってるとか、もう言い出したらきりがないんですけども、そういうふうな関係性、なんでこの文はあるんだろうっていうふうなことを常に考えながらですね、やっていってほしいというふうに思います。もうこれができればね、正直ね、満点取れます、絶対。OK?、えー、っていうふうな感じだと思っておいてください。あとねはい 背景知識なんですけども、結構ね、カンカン同率、マーチ以上の大学になると、背景知識勉強した方がいいよっていう風なのがあって、もちろんね、勉強しないよりはした方がいいです。え、した方がいいんですが、やっぱね、青学とかやったら、やっぱ英語とかの勉強もしなあかんし、共通テストの勉強もしないとあかんから、背景知識の優先順位はですね、他の大学に比べれば低い。まあ、ほぼやらなくてもいいかなという風に思っておりますので、まあね、そういう風なところを意識した、まあ、年間スケジュールっていう風なことだと思っておいてください。 でででででししょょううかではははすすねね年間スケジュールを見ていいきま最後年間スケジュールこんな形になります。どこカットすればいいねっていう風なな子ね基本的にはアクセスの基本編であったりとか全レベル問題集のまあ4とかはね、まあ、この辺は優先順位低いのでもしね9月とかね8月とかそういう風な時期に見ちゃってることかは、まあ、これをね、えー、カットしてくれればいいのかなという風に思います。でね最後にめちゃめちゃ重要なことなんですが青学の現代文はとりあえず点数取れます。 えちゃんと勉強してれば点数取れますから、まず自分がどこができてないのかっていうのを明確にするようにしましょう。それによってね、やる参考書も異なりますよね。え例えば、読み方ができてないんやったら、やっぱり最初のね、現代文の解法を読める解けるルール36をやってほしいしえ、解き方が分かってないんだよっていう風なやったら、やっぱり開発講座とかをやってほしいわけです。OK? つまり、自分が何ができてないかによってですねえ、使う参考書っていうのを変える。これ当たり前ですよね。だって、胃が痛いのか、頭が痛いのかやったら、使う薬っていうのは違うわけですから。 Okay、だからまず皆さんはですね自分が何ができてないのかを明確にするっていう風なところから始めてみるのが一番効率がいいんじゃないかという風に思います OK でしょうかではですねこれで最後にしたいと思いますありがとうございました最後ままで見ててくれてありががとととうこの動画たたためになったと思っ思ら高評価とチャンネル登録をお願いしますマナびズム公式 LINE では大学別対策の ebook や映像授業を無料プレゼントしているので概要欄から是非登録してください